お世話になっておりますマサルです。今回はサブネットについて一緒に勉強していきます。なお本動画は前回の続きになっています。前回の動画の中では IP アドレスを勉強するときに初学者が混乱してしまいやすいですよという話をしています。その理由が IP アドレスのネットワーク部とホスト部を区切る技術が2つあることです。その1つがクラス、もう1つが今回勉強するサブネットマスクです。クラスについて詳しく知りたい方は前回の動画をご覧になってください。今回はサブネットマスクについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。サブネットマスクっていうのは現在主に利用されているネットワーク部とホスト部を区切る方法です。前回お話ししたクラスの場合だとネットワーク部とホスト部の区切りが固定的になっていて分かりやすいといったメリットがあります。しかし固定的にすることによって IP アドレスに無駄ができてしまいます。クラスで IP アドレスを配布して使おうとすると無駄が生まれてしまうので、そういった IP アドレスの無駄をなくすためにサブネットワークを使います。サブネットワークを使うことによってクラス A、クラス B、さらにはクラス C の中でもネットワークをさらに小さいネットワーク、つまりサブネットワークに区切ってホスト数に応じた柔軟なネットワークを作ることができるようになります。例えばクラス C の場合、今までのクラスの概念だと 192.168.0.0 から 192.168.0.255、 これが一つのネットワークとして使わなければいけなかったんですが、このネットワークを例えば 192.168.0.0 から 192.168.0.127 までを一つのネットワークとする、もう一つのネットワークを192.168.0.128 から 192.168.0.255、このようにサブネットワークを使えば無駄な IP アドレスができるというクラスのデメリットを解決できたことになります。ではこのサブネットワークの具体的な内容について一緒に勉強していきます。サブネットワークを利用するためにはサブネットマスクという識別子を利用します。これまでは IP アドレスだけだったんですが、新しくサブネットマスクという識別子が加わって2つの識別子で IP アドレスは表現されるようになりました。IPv4 の IP アドレスは 32bit、 サブネットマスクも 32bit の2進数で表されます。サブネットマスクではネットワーク部とホスト部がどこで区切れているかを表します。このサブネットマスクを使うことによって柔軟にネットワークの大きさを調整できるようになったということですね。さらにこのサブネットマスクの表記方法は2つあります。1つ目は IP アドレスとサブネットマスクの値をそのまま表記する方法です。例えば 192.168.0.1 が IP アドレス、 255.255.255.0、 これがサブネットマスクです。この場合それぞれを2進数に変換するとイメージしやすいです。まずは 192.168.0.1 を2進数に変換します。このような 32bit の数字の羅列になります。次はサブネットマスクを2進数に変換します。このような数字の並びになります。それぞれを分かりやすく 8bit で区切っておきます。サブネットマスクでは1の部分がネットワーク部、0の部分がホスト部であることを表します。つまり今回の 192.168.0.1 という IP アドレスは 192.168.0 がネットワーク部、残りの1がホスト部であるということを表しています。もう一つの表現方法はプレフィックスという値を使う方法です。スラッシュを使ってその後ろに数値を書くことでネットワークアドレスが先頭から何ビット目までかを表す方法です。この表記方法をプレフィックス長表記ということもあります。 192.168.0.1 スラッシュ24の場合、先頭から24ビットがネットワーク部であることを表しています。先頭から24ビットがネットワーク部です。残りの8ビットがホスト部であるということになります。この2つのサブネットマスクの表記方法に明確な使い分けはありませんが、機器の設定値として使う場合はこのようにサブネットマスクをそのまま使って、ネットワーク図などドキュメントとして記載する場合にはプレフィックス帳を使う傾向が多いと思います。あとは補足ですが、今回の IP アドレスは110から始まっているのでクラス C に分類されます。クラス C はもともとネットワーク部が 24bit でホスト部が 8bit になっています。つまりスラッシュ24の場合はクラス C のデフォルトの区切りと同じ区切りになっています。このようにデフォルトの区切りとサブネットマスクが一致する場合はナチュラルマスクと言います。
私自身あまり現場でナチュラルマスクという言葉を耳にしたことはありませんが、試験の中ではナチュラルマスクという言葉が出てくるかもしれないので意味がしっかりわかるようにしておきましょう。それでは次に簡単な問題にチャレンジしてもらって、サブネットマスクの理解をさらに深めていきたいと思います。こちらの問題にぜひチャレンジしてみてください。クラス C のアドレスを利用して100個の IP アドレスが確保できるサブネットワークを2つ選択してくださいという問題です。注意事項として必要最小限のネットワークの大きさにすることという記載があります。どれが正解になるでしょうか。少し時間を置きますので考えてみてください。この中から2つ選んでくださいね。はい、それでは答えの発表です。答えはこの2つですね。解説していきます。まず100個の IP アドレスが必要な場合、ホスト部に何ビット必要かを考えるところから始めます。1ビットで表現できる数は2種類ですね。0か1です。これはつまり2の1乗で計算することができます。次、2ビットで表現できる数を考えると4種類です。これは2の2乗で計算することができます。同じように計算していくと、3ビットは2の3乗で8、4ビットは2の4乗で16、5ビットは2の5乗で32、6ビットは2の6乗で64、7ビットは2の7乗で128です。7ビットで100を超えました。つまり100個の IP アドレスを確保するためには最低でもホスト部に7ビット必要です。ちなみに8ビットの場合も2の8乗で256、この場合も100個の IP アドレスを確保することができますが、今回ただし書きに必要最小限のネットワークの大きさにすることと書いてますので、今回は7ビットが正解です。ではこの7ビットを表しているサブネットマスクがどれかを考えていきます。ホスト部で7ビット必要ということが分かったので、ネットワーク部として利用するのは 32-7 で求めることができます。つまり25ビットですね。ネットワーク部が25ビット必要ということは、プレフィックス章で考えると先頭から25ビット、つまりスラッシュ25がまずは正解だということがわかります。あとはサブネットマスクの値で考えていくと、ネットワーク部が1、ホスト部が0なので、それぞれ8ビットずつで計算していきましょう。最初の8ビットが255、次の8ビットも255、次の8ビットも255、最後の8ビットが8ビット目に1が入っているので128を表します。つまり255255255128、ここが正解ということになります。今回チャレンジしてもらったようなサブネットマスクの問題は CCNA でよく出る問題なので必ず解けるようにしておきましょう。それでは今回の学習内容をまとめていきます。今回はネットワーク部とホスト部を識別する方法2つ目として、サブネットマスクについて勉強しました。サブネットマスクは現在主にネットワーク部とホスト部を識別する方法として使われています。クラスの場合であれば IP アドレスだけでよかったんですが、サブネットワークと言われるネットワークをさらに細かく分ける場合には、今回勉強したサブネットマスクという識別子も一緒に利用することになります。 IPv4 の IP アドレスは32ビットで、サブネットマスクも同じように32ビットで表されています。サブネットマスクは2種類の表記方法があります。 IP アドレスの後ろにサブネットマスクをそのまま書く方法と、 IP アドレスの後ろにプレフィックス帳として先頭から何ビット目までがネットワーク部であるかを示す方法です。サブネットマスクをそのまま利用する方法は機器の設定値として使われることが多いです。プレフィックス帳を使う場合はドキュメントの記載として使われることが多いです。サブネットマスクがもしクラスのデフォルトと同じ区切り値の場合はナチュラルマスクという言い方もしますので、ぜひこのナチュラルマスクという言葉も覚えておくようにしましょう。それでは今回はサブネットマスクについて一緒に勉強しました。今回の動画がお役に立てばとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。